はい、深草さん、そしてご覧の皆様、すごいですよ。アメリカの自己アフィレートあの。銀行口座を作るだけでですね、そこの銀行口座にボーナスが入るというね、これすごくないですか。日本の銀行口座にいくらね、何百万円だったところで、金利なんてのは、もうね、1000年単位じゃないと実感できないような低金利ですよ。もうマイナス金利って言われてるのがまさにそうで、そんなね、 100年とか1000年の利息を待っていたら、物価上昇の方が先に行っちゃって、いつまで経っても銀行に入れてお金が増えないってことになります。銀行に入れた方がお金が減るっていう状況が訪れるわけなんですよ。でもやっぱりね、アメリカの銀行ってのは、本当に大手からね、中小から、あ本当にいっぱいあるんですけども、ほとんどの銀行で、この自己アフィリ的なサービスっていうのが使えるんですよね、えー。ぜひね、これ集中的にやっていただきたいなと思うんですけども、まあ、この動画はね、ちょっと私の動画と別にまた URL がありますので、 深草高知の、まあ、なんかそこの何ですかね片田舎と言いますかね私と同じようなあ住まい似たような環境なんですけどもそういうところで w i f i を探しながら送ってるところがなかなかね、えー、味があるなとかローカル感出てるなっていうところがあるんですけどもそこはまあねちょっとこう深草さんの人柄を知るために見ていただいて肝心なのは後半ですよ。あのアメリカの 居住者さんアメリカにお住まいの方がどういうふうにね儲ける方法を作っていくのかってことがもう想像できるんじゃないかなと思います。で、えー、とこれを見て思うのはやっぱりねあのアメリカの口座にお金を例えば100ドルとかね200ドルとか、まあ、1万ドルとか2万ドルとか預けるするじゃないですか1万ドル2万ドルでいいのかな、まあ、そうするとボーナスがも,もらえるんですけどもこの例えば1万ドル預けて えー、200ドルもらえる2万円もらえると100万円預けたら2万円もらえるよって言ったら2%いただけるわけですよね。でデポジットって言って預けてる期間が3か月ないと2万円が確定しない振り込まれないってことでしたらこれは3か月で2%の利益が得れるってことなんですよ。そうなると年利ででの借金をしてでも そこにお金を入れるると利益がが出るっていう,ふうな計算が成り立つんですよね。要するに昨日の東南アジア経済セミナーでも申し上げましたけどもこっちで低金利で借りるそしてこっちで高い金利で貸すっていうふうな形をすればその差額が取れていくわけなんですよね世界には価格差と金利差が必ず存在します日本国内でさえあるんですよ 東京銀座の駐車場、10分500円みたいなところがあります。でも、私のような住んでるところでは1時間200円だったりするんですよ。大きな価格差ですよね。それは土地の値段に差があるからなんですよ。なんで土地の値段に差があるかって言ったら、東京都心の土地ってのは、多くの人が求めてる土地なんですよね。 でも私が住んでるようなところはあんまり人が求めない土地なんですよ。そういうふうなあーニーズによってこういうふうな形が出てますんで必ず価格差とか金利差っていうのは生まれてくるんですよね。日本国内で見るよりも世界で見た方がいいのはもう間違いないと思います。まあそういった形でですね、今回深草さんから動画を送られてきました。非常に参考になる動画なんで、えー、ね、そっか塾でお金を儲けたいと思う人は漏れなく見ていただきたいかなと思います。えー、それではですね、今回の深草さんへの返信動画は以上にさせていただきますけども元気そうですね。 き生きしてますね。暑いと思いますけども、これからも w i f i 電波探しながら送っていただければ幸いでございます。それではですね、この動画を見た他の塾生さんは、絶対に深草さんのね、動画 URL リンク、マイアミへ行こうのコーナーから見ていただければ幸いでございます。それでは、失礼します。